タイムトンネル。タイムトンネルは、アーウィン・アレンが制作、監督した、アメリカのタイムトラベルを主題とした SF テレビ映画。制作は20世紀フォックス。1966年秋から、アメリカ ABC で1シーズン放送されて、日本では NHK 総合テレビで、1967年春から放送された。タイムトンネルは、 アリゾナの砂漠の地下に設けられた科学センターに作られた設備で過去や未来に人間を送ることができる時間旅行が可能な装置である。しかし、この作品では最初にトンネルそのものが未完成でまだ完全な機能を有していない状態で一人の若い科学者がトンネルに入り追いかけてもう一人の科学者が入って結局この二人が現在に戻れず過去と未来をさまよう。 放浪者になるという設定で毎回歴史の舞台に立ち会ってドラマが展開される。なおタイムトンネルの行き先は国や時代を問わず古代ギリシアや古代イスラエル、モンゴル帝国やインドがあり、そして日本人も出てくるが制作当時のアメリカではテレビは英語版のみの撮影が多いためセリフは全て英語だけであり、ラグと トニーたちも英語圏以外の旅先の登場人物と出会って初めて会話するときも英語すらまだ生まれていない時代、例えば古代ギリシア古代イスラエルの人間と話すときも違和感なく英語で会話している。アメリカでは ABC ネットワークで1966年9月9日から翌1967年4月7日まで1シーズン全30話が放映されて、 この1シーズン限りで制作は中止された。日本では NHK で1967年4月8日から10月22日まで28話が放映された。当初は土曜日夜10時10分からの放送だったが、子供向けに見やすい時間帯に変更し、同年9月から日曜日夜6時からの放送となった。そして全28話の放映が終わった後に、10月29日より、 再度第一回からの再放映となり、翌1968年5月12日で放送終了となった。なお、アメリカでは全30話であったが、その中の2話である、新十湾、第4話と、南洋島、第17話を舞台にしたエピソードは、日本人には馴染まないとのことで放映されていない。1968年、莫大な国家予算を投入した極秘の、 時間航行プロジェクトチックタック計画は転送装置であるタイムトンネルの完成目処が立たないために計画打ち切りが検討されていた。時間航行が可能な段階まで装置の開発は進んでいたのだが時間旅行者を転送する年代や回収の制御が困難で実用までにはまだ先が見えない状態なのだ。計画の存続を願って自ら装置で時間航行をして 機能を証明しようと時の流れの中へ旅立った若き科学者、トニー・ニューマン。彼がたどり着いたのは氷山と接触して沈没することになる豪華客船、タイタニック号の戦場であった。トニーが危機に陥ったことを所長以下タイムトンネルのスタッフたちが察知し、救助のため同僚の科学者、ダグ・フィリップスも後を追うところから二人を、 主人公とする果てしない時間旅行のドラマが始まる。タイムトンネルのある科学センターでは、転送先の状況は、モニターできるが、ダグとトニーの二人と会話することが困難である場合が多いため、二人が気づかずに現代から様々なサポートを行い、最終的には二人を現代へ帰還させることに努力する。しかし、未完の装置であるためにできないので異なる時代に転送してしまう。 ドラマは各エピソードごとに歴史上の事件に遭遇し危機的状況にありながらも事態を収集しその後に転送により時間を漂流するという位置は完結形式で展開されていく。ハレー彗星の地球接近に伴うパニック、トロイの木馬、マルコポーロの冒険など歴史上の有名な事件が毎回登場し各時代ごとで危機に陥りながら活躍する。 主人公の姿が、史実やその裏話的エピードを交えて描かれていく。物語の大部分は、過去の世界で、歴史上の出来事を交えて展開され、未来へ行ったことは少ない。最も遠い未来は、西暦100万年の世界で、タイムトンネルを破壊しようと、核爆弾を仕掛けて、トンネルで時の世界に逃亡した外国スパイをダグと、トニーが追ったものである。 同じ話の中で転送によって、今度は、紀元前100万年の世界に送られるが、これが最も過去に行った記録である。しかし、全体では19世紀が12回、20世紀、未来の話は除くが7回と、一般的な、アメリカ人なら誰もが知っている、金過去の有名エピソード、リンカーンの暗殺、カスター将軍のインディアンによる虐殺、ビリー・ザ・キット、アラモの戦いなどから、 多く話が取られている。物語は、歴史に取材しているだけに重厚な筋運びのものが、多いが、過去や未来の世界で地球を侵略しようとする異星人と遭遇したり、アーサー・王に仕えた魔法使いが現れて、魔法で主人公やタイムトンネルのスタッフを翻弄したり、ローマ皇帝、ネロの亡霊が現れたりと、超自然的な物語展開を見せる場合もあった。 そして日本では最終回となった火山の島のラストは転送空間で漂う二人の姿を映しながらタイムトンネルは未完成であるとのナレーションで終わるタイムトンネルはその名の通りリング状の構造物を多数重ねたトンネル状の構造をしたタイムマシンでアメリカのアリゾナ砂漠の地下深くに建造されているタイムマシンは乗り物の形態だが これは据え置き型の装置である。機能としてトンネルから人や物体を過去や未来へ送り出したり持ってくるなど時間を移動するタイムマシンとしての基本機能を加え空間移動も可能で時空座標を設定してその場所の映像をモニターしたりはできるが会話については完成度が低く常時通話することはできなかった。時間高校研究は 冷戦化という状況や社会に与える影響を考慮し、極秘に推進されている国家プロジェクトで関係者間ではチックタック計画との暗号名で呼称されている。所長のカークが陸軍中将で常に制服を着用し、武装した警備兵が常駐していることからもアメリカ陸軍の管理下にあることは明らかであり、兵器としての使用が開発目的に入っていることが示されている。 タイムトンネルはアリゾナ砂漠の地下に建造された研究施設の地下800階に設置されており深いシャフトには近代的な構造物や通路が張り巡らされていて開発計画がアポロ計画に匹敵する巨大プロジェクトであることが伺える装置は毎回登場するもののコントロールフロアから見たものがほとんどで全貌を映したショットがほとんどないために構えの把握しがたいが 数少ない俯瞰映像を見ると巨大なリングがトンネル上でかなりの長い距離一節には数キロメートルにわたって連なっておりその外周を別のトンネルが折っているのがわかる構造の具体的な説明がないためにトンネルのもう一方の端がどうなっているかは不明である作動原理についても劇中では具体的理論や説明はないが当初の設定では装置が作動すると トンネルの一端が時空を越えてつながり、歩いて往来が可能となるどこでもドアのようなものであったらい。しかし、それではビジュアル面でのインパクトが乏しいため、映画2001年宇宙の旅のスターゲートコリドーに似た異次元を落下しながら転送される演出になった。転送時や転送先をモニターする場合には、トンネルの壁面に設置された装置がせり出してくる。 映像だけでなく音も聞くことができ、途中からコントロール側からの音声連絡も可能になった。また、当初は人間をカプセルに乗せトンネルで送る方式が研究されたが、トンネル自体にすべての機能を組み込む方式に変更されたことが劇中で研究されている。時空航行を行う人間はトンネルから放射される特殊な放射線を浴びる。これは、 放射線浴ラジエーションバスと呼ばれる。これを浴びることにより、人間は時空航行が可能となり、どの時代に送られたかをコントロール側で探知することもできる。ドイツ第三帝国やソ連で開発していたタイムトンネルは、この放射線浴がなかったために、計画が失敗している。時空転送は装置の微妙な制御が困難であることや、不確定要因に対する理論体系が、 確立していない模様で、計算通りの転送はなかなか実現しない。同時代での空間移動や現代から、物体や人物を転送する場合はほとんど、成功している。回収に成功し主人公が現代に帰還する、エピソードが一回あるが、その時は、時空の穴に入ってしまい、帰還したトニーは研究スタッフの誰もが身動きしない、時間が止まった状態を目撃して、 再び元の時代に戻る話になっている。さらには魔術師マーリンが出てくる回ではマーリンは魔術でトニーダグを一度現代に戻している。しかし二人はフリーズされた状態だったのでそのことを記憶していない。それまでのタイムマシンはハーバート・ジョージ・ウェルズのタイムマシンのように時間旅行者が登場する機械であり、多くが天才的発明家が屋敷やナヤで 個人的に作った発明品として描かれていた。タイムトンネルが設定上画期的だったのは1960年代当時の宇宙開発計画を思わせる国家プロジェクトの産物である巨大な装置により時間航行するという近未来的なリアリティにあった。アリゾナ砂漠で暗号名で推進される極秘計画との設定は原子爆弾を開発したマンハッタン計画も連想させる。 制作、監督のアーウィン・アレンは、TV、厳選 CE ビュー海底科学作戦で、近未来をあるに描写した SF で評価を得たが、本作でもそのコンセプトが継承され、それまでの宇宙や未来世界を描いた、子供向け SF ドラマとは一線を画した、大人の感傷に耐える、世界観を作り出している。アポロ計画のミッションコントロールセンターを思わせる。 科学センターに設置された機器やコンピュータのリアルな造形、軍関係の書院や警備、議会による計画打ち切りという演出もドラマに玄関を与え、その後の近未来 SF 作品に与えた影響は少なくない。後の映画、タイムラインやスターゲート、コンタクト、あとの2作はタイムマシンではないの転送装置や研究機関は タイムンネルの設定コンセプトの延長線にあるものと言える。また時空転送の際に空間や異次元を経由するコンセプトや表現も現在の SF で広く使われている。シリーズ中のエピソードでタイムトンネルがドイツ第三帝国が開発していた決戦兵器の戦利技術でソ連でも同じ技術で装置を開発していたとことが明かされ。 本作が宇宙開発や核兵器開発を名づらえていることを伺わせる。予算問題からタイムトンネル計画打ち切りの検討から始まる。このドラマだが壮大なストーリーの割に制作費が削られた作品であったため脚本家の皮肉も込められていた。事実核エピソードには毎回大規模なスペクタクルシーンが登場するものの、そのほとんどは 配給会社である20世紀フォックスの劇場作品から流用したもので科学センター以外のドラマ本編は低予算な作りとなっていた。にもかかわらずストーリー展開の面白さからアメリカや日本でも好評だった本作品だったが後期シリーズの未来や宇宙人を扱ったエピソードが増えたことによる視聴率不振のためドラマの決着がつかないまま中東地切りとなってしまった。これは 並行して制作していた宇宙家族ロビンソンが定年齢向け路線に変更し人気を博したのに追随して失敗した結果である。ちなみにアメリカでの本放送の最終話は宇宙人侵略阻止のエピソードで終わっている。タイムトンネルは SF ドラマとして他作品への影響も大きいエポックメイキング的作品にもかかわらず現在語られることが少ないのは 全30話という放送期間の短さと未完のドラマとなってしまったことに原因がある。しかし、アレンのリアリティ追求路線は、後に手がけた70年代パニック映画や、対策ブームの火付け役となる、ポセイドンアドベンチャーや、タワーリング・インフェルノなどの劇場作品へ受け継がれ、その後の SF、パニック、スペクタクル作品のスタイルに、多大な影響を与えた功績は多い。 また一連の作品は2001年宇宙の旅やジョーズ、未知との遭遇が登場してくる布石ともなっている。タイムトンネルをはじめアレン作品の音楽を手掛けたのはスティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカス作品などの音楽担当として知れるジョン・ウィリアムズでアレン作品は彼の出世作にもなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。